ゆらりです。ひめかです。ひなです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はひめかのカラコンつけてみたです。イエーイちょっと噛み合わなかったね今なんとですね、ひめかついに今日カラコンデビューします。やったー。イエー。つけたことないんですなんか私とゆうなは撮影とかでも毎回つけてたんですけど今オラガンなんですよ。ゆらりたまにつけないときあるよね。え、最初らへんとか。あ、そう、最初らへんはつけてなかったんですけど途中からカラコンつけてます。かっこいいオラガンです。でかいよでもかわいいけどね、うん、ちっちゃいんだよ目が。そう、なんか色は違うけどサイズは、うん、一回カラコンつけちゃうとね、その目をに見慣れちゃうとちっちゃく見えるよね。あ、そういうことか。そうそう、まずじゃあ私とゆなでつけていきます。まず手を除菌しましょう。綺麗に伸びかけみたいな。拭きました。そしたら爪を切ります。長いとね、危ないから。長いと危ないんで目傷つけちゃうから。そしたら明るく清潔な場所で行いましょう。コーンが明るくて清潔ですね。着脱するときは爪を立てたり指先が直接目に触れないようにする。危ないから、うん、あってなっちゃった。いただきます。入れる前には目の中にホコリとかゴミが入ってないか、うん、まつげとかね入ってると一旦入れたときになるので、本当に涙がズワッて出てくる。あとなんか、うん、あの小さいさ糸みたいなホコリあるじゃん、服の繊維とかさ、そういうのが逆に手についてたりとかカラコンについちゃったりとかすると激痛走るからビッて。そう、ビビらせてるね今めっちゃビビらせてる今から肩こってきた。できるだけメイクする前につけた方が良いと思います、うん、はい、じゃあまずやっていきましょう。はい、私がいつも撮影でつけてるのはリンダのブラウンです。ワンデーのやつですね。これをいつもつけてます。じゃあ今日はネオサイトワンデニングのグレージュっていう色を、グレージュ好き。そう、なんか茶色にちょっとグレーっぽい色が入ってるやつです。まず目をお互いに確認しよう。入ってるか怖いんだけど私のための喧嘩はやめてあ、ごめんなさい、いいよ、ごめんね。寒いね寒いね。すごいなんか今までディスられたのが一番なんか寒いねオッケー確認します。寒いねじゃあ胸にちょっと悲しいよじゃあつけていく、うん、はい、開けます。つけるときは装着液をつけます、はい、私はこれです。これです。はい、あ、オレンジの蓋ですね。今取っちゃったオレンジの蓋、はい、これです、はい、レンズの取り出し方は、はい、蓋を開けます。この保存液の中に浮かんでいることを確認してください。ラベル剥がす前に確認します。確認するらしいです、はい、確認したら剥がします。爪立てずカラコンが傷ついちゃってつけた時に多分変な感じになっちゃうから、指の腹、ここの柔らかい部分でそっと容器から取り出し、カラコンを指の腹でスライドさせて取ります。レンズのね、この立て方は形を整えてこの指の腹に乗せます。ちょうど真ん中にペチャンって潰れてたり爪の近くのこうやって乗ってたらいけないので、ちゃんと腹の真ん中に乗せましょう。真ん中に乗せましょう。カラコンが表か裏かを確認します、うん、表の場合はこうやって綺麗なお椀型になるんですけど、うん、裏の場合はちょっと反り減ってるんですよ、うん、なんかカクッみたいな、なってるのでこれ気をつけてください。なんか表裏が違うとめっちゃ痛い、めちゃくちゃ痛い。本当にやったことある。一回やったことある。そしたら装着液をこう垂らしますね。こうやってカラコンできるみたいポンポンと、はい、めっちゃ垂らすじゃんね、3滴目になっちゃった。私のつけ方はまずこっちの中指でこっちの部分と持ち上げます。こっちの中指でこっちの部分と引き下げて、あ、やだ、こう入れて手のお姉さん指でカラコンを押さえます。つけました。ちょっと装着液を垂らしすぎて溢れてくるんですけど、一滴ですね装着液は。ゆなはまつげの入るところをこう持ってあげて、こうやって広げて黒目を真ん中にします。そしたらカラコンが見える位置までこうやって入れて、で、うんうん、つけます。こんな感じです。じゃあもう片方もつけていきますね。さっきと同じ方法です。片方はよし
目が痛かったり痒かったりするときはつけない方がいいです。こんな感じらしいな。めっちゃ変わりましたよね。あ、変わる。はい、というつけ方でした。では、姫香さんに実践してもらいましょう。頑張ろう。私が使うのは、かわいい指原莉乃さんがプロデュースしてるカラコンです。さあ、できるかな、姫香さん。姫香がカラコン入れたところ見てみたい。姫香も見てみたい。楽しみ。じゃあいいですか。めっちゃ服じゃん、綺麗に拭きました。服じゃん、ゴミ貼りといて。絶対服じゃん。超神経質になってる。あー怖い。さあ続き、あ、待って、その前に、その前に割ります。これ割って、割ってから、あ、そうやってくっついてる場合は割ってくださいね。はい、割ったらまず、そう、レンズがあるかがありますね。はい、浮いてます。ちゃんとあります。あ、はい、こっちはあります。あります。大丈夫だった？大丈夫。あ、かわいいこの色ね。結構なんか黄色っぽい茶色っぽい感じです。ちょっと黄色っぽいでしょ。爪を立てず指の腹でスッて、で表が裏確認してください。これすり替えてます。これはバッて、こうやってなんかカクッてなってます。これで入れたらマジで痛いですか、ね、反対側にします。そうそうそう、くるっと。なるほど。そう、ほら、丸くなったでしょ。おお。あるんですよ。そう、丸くなったんですよ。腹乗せました、はい、そしたら装着液をつけましょう。敵ポミ敵こう。あ、そうそうそう、えっとね、下の方がもうちょい下行った方がいいかも。頑張り、ヒミカ。うん、ちょっといつもの見慣れてる方がこれぐらい、これぐらい、そう、思いっきり広がる、広げないと、広がる、広がるっていうか、広げる、広げる。そしたら、そう、下もグッと広げる。そのまま入れる。あ、手が拭きたい。うん、どっちも拭きたい。ここの付け根持ち上げる。そう、その方がひめかちゃんはいいかも。ああ、確かに。もうちょっと広げる、もうちょっと広げる。そう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 。あ、入る入る入る。で、カラコン持ってる方の空いてる指でコンタクトを押さえる、うん、どういう。これね、あ、やばい、ついた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 、すごい。あ、あ、ついた。あ、すごい。やった。あ、すごい。かわいいやん。こんな感じです。あ、かわいい。あ、やばい。ひめかちゃんだから。つけた方がいいね。かわいい。つけない方はこんな感じです。あんまり変わんないけど、大きさは。でも、なんか色がね。そう、見ると違う。いや、私そういう色つけてみたいな。ね。じゃあこの調子で、もう片っぽいきましょう。いけるよ、絶対いける。これ、ダメなやつ？あ、大丈夫。大丈夫な感じは、あんまり。こんな感じ。これはダメだけど、頑張れ。頑張る。あ、ね、あ、人来てました。焦ってます、ね、ちょっと今みんな焦ってます。いや、でももう片方できたんだから。そうそうそう、クラコンの側やると、あ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 、もうちょっと広げる。あ、待って、もうね、潰れちゃったからできない。よし、頑張れ。ありがとう。かばっ、かばい、ついた。お、パチパチ、もし頑張る。パチパチパチ。お、いいよ。うん、いい感じだね、今、うん、もうすぐつく。ついた、ついた。どう？よし、来た。お、オッケー、入った。大丈夫、できた、できた。よかった、やった。大丈夫した？大丈夫。なんか大きくなったね、目。うん。ちょっとね。うん。こっち見て。うん。あ、可愛い。え、めっちゃ好き。こんな感じです。変わるね、でもちょっとね。え、めっちゃ好きなんだけど。なんかさ、オーロラ姫みたいな。嬉しいね。それはマジ嬉しいわ。よかった、入って。うん、よかった。なんでさ、見えるんだろう、茶色いものを入れてるのに。あの、真ん中だけ透明だから変わんないんだよ。周りに色ついてるだけだ。いやー、楽しかった。よかったよ。なんか結構目がコンプレックスなんですよ。あ、そうなの。別にコンプレックスではないけど、初めてあんま好きじゃないんですよ。へー、だからもう本当にコンプレックスじゃなくなった。よかった、うん、そう、カラコンデビュー。
イエーイ、やった、やった、よく頑張った。頑張ったよ、頑張った。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。